はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。大久保様、ご支援ありがとうございました。ありがたーく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。どうしたら難民と共に生きる日本社会を作れる。ビジネスリーダーたちが始めた新しい連携の輪。社団法人ウェルカムジャパンと商船三井、ライフル、パーソルホールディングス、パーソルホールディングス人材発見の会社だって、ライフルはなんか建築関係で、などの日本企業のビジネスリーダー20人が難民包摂市場だか難民包摂市場だかを作っていくため、ビジネスリーダーと企業のコミュニティウェルカムジャパン COカウンシルを発足。カウンシルって教会とか協議会とかそういうものらしいんであります。まあ、ざっくり言うとですね、安く人を使いたい企業に自称難民を送り込む奴隷紹介、いうのがざっくり。朝日新聞のハフポストが詳しく報道している時点で、ろくなものではありません。参加企業募集中だって、安さにつられて痛い目見なきゃいいけど、難民包摂市場、包摂っていう意味がよくわかんねえけど、まあ包み込んで摂取するっていうことなのかな、まあ面倒見るってことなのかな、よくわかんないですけど、要するに難民市場を作りましょう、こういうことらしいですね。難民市場、あはは、自称ですけどね、世論です。難民とうまくやれてる国ある？経済界は難民推しだから。川口氏見たらこういう理想論はなくなる。自国民と共に暮らせない国から来た人たちなんだから、一緒くたに全部受け入れたらあかん。犯罪で生計立ててる奴ら。難民側に日本のルール従う気がないから、無理。難民で潤いのは経営側だけで国民の大半は疲弊する。国が食い潰されて終了する。欧米を見ろ。移民難民との共生なんて不可能と。川口市でですね、日本人死ねって言ってる連中も難民を自称してるんですけど、それはどうなんでしょうね。難民がなんでパスポート使って飛行機で、日本に来れるんだと、陸続きならともかくね、ヨーロッパみたいに、自国からですね、パスポート発行してもらえている時点で難民じゃないでしょ。迫害されてないじゃん。全然パスポートもらえてんだもん。気の身気のまま、ノーパスポートで、泳ぐかボートでたどり着いたやつしか難民らしいと認めません。難民らしいかな。難民かもしんないなっていうのは、パスポートも持たず、気の身気のまま泳いできたとか、ちっこいボートで来た。なんていう連中だけをですね、難民かもしんないな、まあ認めてやってもいいですけど、パスポート持って飛行機で来た連中は難民じゃない。いい人ぶってね、人口の 5% のイスラムを受け入れたスウェーデン、数年のうちに強姦発生率世界2位になってしまいました。イスラムはですね、顔を隠してない、髪を隠してない尻軽女は襲っていいって理屈なんだって、へ理屈なんだと思いますけれども、スウェーデンでは違うんだよって言っても、なんぼ言ってもわかんねえみて、イスラムは女性の髪が性的なものらしくてですね、被ってないのはトップレスで歩ってるように見えるみたいなんですよ。で、発情してしまう。川口市の女性もそういう目で見られていることを知ってほしいであります。それとですね、襲ってでも何でもいいから、子供が生まれたら居座れるようにって自民党がしちゃったっていうこともね、あいつら強制する気皆無だから、自称難民が暮らしやすい、イコール日本人が暮らしにくくなるってことなんですよ。だってこっちに合わす気全然ねえんだもん。譲り合い助け合いなんて日本だけですよ。行った土地奪って自分らの好みに作り変えるっていうのが世界標準だから、グローバルスタンダードだから、気の毒な嘘、難民嘘をかわいそうと思う私は、いい人ってうっとりしたいだけだろうなって、難民難民って、ほぼほぼ言うのはね、あと企業は奴隷欲しいだですね、自称難民使って痛い目見るといいですね。どんなね、難民市場なんて作っちゃってね、工場壊されとか、監督殴られちゃうとか、備品盗まれるとか、痛い目あといいなって話。大阪府と大阪市が日本に1億2000万円以上投資した外国人に永住資格を与えましょうよ
と政府に提言。何言ってんだこいつらってね、日本の永住権売ろうとしてんのか、売り飛ばそうと、言ってんのかって話なんですけどね。おかしいよ。だいたい1億2000万って数字どっから来たんだよ。適当になんとなくそんなぐらいみたいな話なのかな。世論です。中国共産党幹部だらけになるやんけ。アメリカとカナダは中国人が増加しすぎてそれ中止したよ。外国人がいると行政コストが増えるぞ。そうなんだよね。通訳を置いたりですね、標識に多言語入れなければならなくなっちゃったり、行政コスト増えんですよ。桁が違うんじゃないのか。とりあえず永住資格を取り消しができるようになってから、一回こっきりじゃなくて継続的に納税できる外国人に限定せよ。参入障壁を下げるというなら資格取り消しハードルも同様に下げるんだろうな。大阪市民は転出考えた方がいいかも。アメリカは中国共産党とつながってたら永住資格取り消ししてたが、岸田自民にそれができるのかと。できない岸田じゃ無理。皆さん反対みたいですね。アメリカとカナダはですね、逃亡先を確保したい中国人だらけになってそれやめたそうであります。国を信じてねえから、国に何かあったら真っ先に外国逃げっぺっていうですね、中国共産党の幹部かな。金があるね。逃亡先確保してますよね。日本のね、都内にもいっぱいあるんですけど、赤い店構えの、だいたいどこ行っても同じ味の、でも割安な中華料理店、がっちりしたから、あれ怪しいなって私思ってるんですけどね。逃亡先に確保してんじゃねえのかな、とかね、もしくは人民軍の拠点となるのが、有事の際には、疑ってんですけど、大阪維新は、一周遅いようですね。アメリカ、カナダ辞めたの知らないの。情弱なんすかね。外国人が会社を設立して、母国から人呼んで、外国人だけ働いて、いつしか近寄れない場所になってったのが、川口のね、解体ヤードでしょうよ。永住資格は国の専権事項なんで、提言されても実行しなきゃいいんですけど、バカの岸田自民じゃあり得ると心配ですわ。なんせね、無知でバカだから、岸田が。2月9日に浜名湖で中国人の男子高校生17歳の遺体が発見された事件について、無職の男21歳、フィリピン人男18歳、ブラジル人の男17歳、高校生かな、ここ行ってんのかな、を3人逮捕。ブラジル人は3人逮捕。優しいテレビ静岡、七市報道。無職男が、21歳が外国人だったら、登場人物全員外国人になるんですけれども、国籍が報道されないのは、横の国人である可能性が高いであります。中国人は中国籍って報道するのよ。米国籍も米国籍って報道するのよ。でもなぜか、報道されない国籍が横の国人っていう存在が日本にはいます。マスコミがなんでか知らないけど、そこのあの人の通名があったらね、日本人っぽい名前発表して横の国人ってことは伏せて報道っていうのがよくあります、日本のゴミメディアには。世論です。外国人バトルで草、ギャングの構想か、ここ日本だよな。移民の地獄絵図じゃねえ、インターナショナルなドリームチームやな。予想でやってくれよ、予想で。自民の移民のせいでこれから増えそうだ。これからこういう多国籍事件が増える。外国人同士でやるのは、やり合うのはね、全然構わないですけど、全然構わない。外国人同士で、やり合うのは、日本人に被害があったらめっちゃ腹立ちますね。来てくれって頼んでない、いてくれって頼んでない、勝手に居座ってる連中がですね、日本人を害するなんてあってはならないことですよ。前々から言ってますけれども、外国人がね、日本人から盗んだり傷つけたり犯したりで被害を与えたら侵略とみなしてですね、重い刑罰に、すべきだと思っております。日本人だったら3年で済むとこ10年とかね、日本人だったら5年で済むとこ終身刑とかね。それと警察はですね、外国人が被害者の事件捜査するよりは、日本人が被害者の事件の方を優先して注力すべき。外国人が被害者の場合は、日本人の捜査を優先すか、すべき。外国人はあくまでおまけなんだからね。いでくれっつってねし、自称徴用工裁判で、日立造船が
裁判所に預けていた供託金約674万円が自称被害者の手に渡ってしまいました。林官房長官、供託金を預ける裁判がそもそも異例、韓国政府に是正を求めたと、要求中みたいですね。世論です。ついに断交へ。一線越えたなぁ。いかんじゃねえよ。削除しろよ。韓国政府に返還要求だな。返還請求だな。韓国が国として泥棒を行ったという話。これで制裁しないなら、自民は終わりだわ。また岸田が騙されたのか。日本企業は韓国から今すぐ引き上げしかないな。スワップもホワイトも白紙やな。これで来月、岸田は韓国行くとか、ほざいてんのか、まだほざいてんのか、行くのか、行く予定になったのか。日本企業が被害に遭うのは実は初めてではなくてですね、三菱重工と日本製鉄がですね、商標権と子会社株を押収されっぱなしなんですね。現金被害はないですけれども、厳密にはね、押収されてから、押収されてる期間、それらが使えない。使いたくても使えないっていう被害が出てんですよ。今回、とうとう現金被害が出た、自称徴用工は、1000人ぐらいいるそうなんで、裁判1000件ぐらい抱えてるそうなんで、ここで何とかしないと大被害出るで。安倍総理だったら何らかの制裁を速攻してったと思うんですけど、バカで優柔不断で、言い訳がましくて行動しなくて、モテない岸田じゃ、どうかな、やんなそうだな、韓国政府に是正を要求中。韓国政府が建て替え返金するのかな、荒立てたくなければね。それしないと国交樹立のために締結した日韓基本条約違反で、国交が危うくなるな、ただ国交が危ういんだよっていうことをですね、韓国政府とバカで優柔不断で人をイラつかせる才能があってモテない岸田がそれを理解してるかどうかちょっと怪しいですわね。ジェラルド・ダルマナン、フランス内務大臣、反仏を唱え、フランス国旗を冒涜するイスラム教団指導者の滞在許可取り消しを要求。日本人死ねって言ってる連中はどうなんでしょうね。世論です。多文化共生は不可能。まずは追い出せ。こういう動きが持ったっていい。反仏だったらなんでフランスにいるんだろう。これが普通の感覚だよな。研修でパリに行かれた自民議員はこれをどう思うのかな。2月11日禁止中にですね、日の丸にバッテンつけた中国家どもがデモしてましたわ。そいつらと同じようなもんかな。国旗を毀損ってね。こういう日本にいながら反日活動してる外国人と日本人を叩き出したいもんですね。あと日本人死ね、直接的に敵対する連中もね、イスラムは他教を認めずですね、異教徒はイスラムに改宗させろ、イスラムからの改宗は死刑なんて、結局は他教を全然認めない。で、将来的には、最終的には、イスラム教だけにしろって指導してますからね。反仏のイスラムがなんでフランスにいるんだか謎ですけど、そういえば日本にもですね、反日外国人、反日日本人もいっぱいいますしね。まあ、不思議ではないと思います。こいつらまとめてデトックスしたいですね。その他のニュース、武器輸出、共同開発した戦闘機だけ認める方針になりました。日英、イタリア、で共同開発戦闘機、それ武器輸出するよって言ってたのギャー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 のコメントが騒いでまして、戦闘機だけねっていうことになったらしいんですけど、多分これ中共の犬の公明党がギャー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 言って邪魔したんでしょうね。共同開発ならいいってことはね、どっかと共同になったら輸出仕方ないよねっていうことだったら、人口3万9000人のリヒテンシュタイン公国との共同開発兵器も輸出できるのかな。だって共同開発なんでしょうがないじゃん。つって、リヒテンシュタイン公国からですね、どなたか招いてですね、共同開発した、言い張って、今年の日本のジェンダーギャップ指数は125位、146カ国中、190ぐらい国ありますんで、まあ40いくつの国からはデータ取れなかったんだろうな。ど田舎にあるとかで。これ要するに女性議員が多ければ上がるどうでもいい指数みたいであります。日本はですね女性の立候補制限してないんだから、選挙結果で女性議員が少ないってどうしようもねえだろうがって話なんですね。日本女性が世界一長寿なんだから、多分世界一生きやすいっていうのが、世界一恵まれてっていうのが日本女性なんでしょうよ。
異論は認めますけどね、日本人女性が一番幸せなんですよ、世界で。だって一番長生きなんだもん。幸せでなければ不幸せだから長生きしたってことはないよね、ないよね。朝日新聞、いやー海自隊が集団で靖国参拝してる。あの周辺でなんかあの研修があったらしくてですね、あの165人ぐらいでぞろぞろ歴史の場所を回ってたりした途中で寄ったらしいであります。防衛省、自由意志問題なし、取り合わず。朝日新聞、火付け失敗ですねこれね。パヨに配慮や遠慮容赦は無用であります。丸山達夫島根県知事、国が東京一極集中にもっと取り組まないと日本が滅びるって。滅びんのは島根県じゃないのかなと思うんですけれども、米の価格が下落したからしゃあないですね。田舎から人が減っていくのはね。各種外食チェーン店をよ、世界展開させて、まあお世話してね、ここに進出してくんないよ、誘致してね、日本の米の味を覚えさせてですね、輸出しまくるっていう構想、私あるんですけども、なんかはもちろん岸田は思いつかないと。日本の米中毒にする。日本の米中毒。あと、味噌汁中毒にする。日本の。で、味噌もバンバン輸出する。これいいんじゃないか、思うんですけどもね。なんかあれだもん、日本にね、2、3年いる、アメリカから働きに来てる、出張に来てる、中年男性がもうアメリカに3年ぶりに帰ったら米と味噌汁が食いたくてしょうがねえって中毒になってたって話ですから。婚活大手 IBJ 社調査、結婚相手に望む職業は。婚活中の男性が女性に希望する職業、看護師。おー、これ年取ったら自分面倒見てもらいたいとでも思ってんのかな。保育士、子供の扱いうまそうですもんね。薬剤師、これがなんだかわかんない。ちょっと調子悪い時、体の調子悪い時聞きたいとかあるんでしょうか。国家公務員、公務員。営業企画計職、これわかんねえな。婚活中の女性が男性に希望する職業、国家公務員&公務員。硬いとこついてきましたね。まあ倒産しないとこ絶対ですか。技術研究職、これは賢い系、脳みそ賢い系狙ってきたんですかね。理系で、文系だとちょっと小難しいことを言う場合があるから。経営者、会社役員、これは金が欲しいんだな。4位医師、出ました。1位医師じゃないんだ。1位医師、弁護士かと思ってたな。5位 IT 関連職、なんか漁師とか大工とか木こり入ってないですね、全然ね、残念だ。皆さんの職業はあったでしょうか。女性医師、弁護士が意外と不人気。俺じゃ釣りはね、初めから諦めてんのかな、男はな、いう感じであります。というわけでメール等になってもらって、日本改革等ご支援ください。よろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。